アーミラリ天球儀ン天儀、またはアーミラリ天球儀は天球上の天体の動きを模した機器である。古代のギリシアと中国で独自に発明、発展した。この講では、主に東洋のン天儀、西洋のアーミラリ天球儀を合わせて解説する。天動説に基づく天球図地動説に基づく天球図記録に残っている最古のン天儀は、 紀元前255年に古代ギリシアのエラトステネスが作ったものに遡る。また、中国でも紀元前1世紀の漢の時代から独自に発展してきた。特に2世紀の天文学者である長江は世界で初めて根天儀に動力を導入した人物として知られている。明治代の根天儀のレプリカ中国の歴史を通じて天文学者は星の観測の補助として コンテンギを用いてきた。コンテンギは、暦の計算などにも用いられた。イギリスの科学史や、ジョゼフ・ニーダムは、紀元前4世紀に、一ッと、カニ・イサオが単純な構造の原始的なコンテンギを作り、石碑や設計を図ることができたとしていたが、これは1980年のクリストファー・カレンの研究によって否定されている。の時代になると、 落下、皇妃佐島正らによって、さらなる改良が加えられた。紀元前52年に皇妃佐島正は、天の赤道にあたるリングを加えた。続いて、五漢時代の84年には、カオージラによって王道のリングが加えられた。125年には、政治家、天文学者、発明家として、著名な長江によって、 地平線と四五線にあたるリングが加えられ、根天儀はほぼ完成した。また、長江は世界で初めて水力で動く根天儀を発明した。官帝国滅亡後の323年には、阿南長が王道リングを天の赤道リングの任意の場所に止められる根天儀を発明した。また、唐の李淳風は633年に、 複数の天文観測を計算できる三つの玉からなる根天儀を発明した。723年に当の僧の一行と役人の両霊さんは長江の水力天球儀に脱進機を取り付け、世界で初めての水力による機械時計を作った。僧時代の有名な時計台製作者であるイケルショーは一行の水力時計をさらに改良した。 また学者で、政治家のチンカ活は人系の指針、天球儀、水時計など多く道具の改良を行っている。アーミレディスフィアという名前は、ラテン語でん、またはブレスレットを意味する、アーミラという語に由来する。これは、アーミラリー天球儀が局で接続された金属の輪で、作られ、輪によって、赤道、王道、四五線、遺線などを表現しているからである。 通常中心に玉が置かれるが、初期は地球、その後は太陽を表している。アーミラリ天球儀は地球の周りの星の動きを説明するのに使われていた。17世紀にヨーロッパで望遠鏡が発明されるまで、天文学者にとってアーミラリ天球儀は天球上の星の配置を決定するためにかなり重要な道具だった。ごくシンプルな構造のものは一本のリングが 赤道上の円盤と固定された形をしていたが、もう少し発達すると四五線を通る円盤に固定された別のリングと交差するようになる。エラトステネスは王道傾斜を計測するのにアーミラリ天球儀を使っていたと考えられている。またヒッパルコスは四つのリングからなるコンテ天ン儀を使っていたと考えられている。プトレマイオスは彼のアーミラリ天球儀のことを アルマゲスト V1 で記している。アーミラリ天球儀はギリシャで発達し、3世紀にはすでに教育用の道具として使われていた。さらに重要な用途として観測の補助としても使われた。ムスリムは8世紀頃にギリシャのアーミラリ天球儀をさらに改良し、初めてアーミラリ天球儀に関する論文を書いた。これはイブラヒム・アル・ファザリが書いたもので。 ドットあるエロックというタイトルだった。アッパー水分フィルナスは旧世紀にアーミラリ天球儀のリングを持ったまた別の道具を製作してカリフであるムハンマド一世に献上したと考えられている。アーミラリ天球儀とアストロラーベの両方の機能を持った道具は中世のイスラム圏の天文学者や発明家によって作られた。さらなる改良はティコブラー A によってなされ。 そのことは著書アストラーノミンスターティ・マッケニカに記されている。コンテはルネサンス期にヨーロッパに広く普及した。ルネサンス期の科学者の肖像ではしばしばコンテを片手に持った姿が描かれている。アーミラリ天球儀は知恵と知識の象徴だった。当時の機械装置の中でもアーミラリ天球儀はかなり複雑な構造であり、 多くの技術の改良をもたらし、またその後多くの機械装置のデザインのモデルとなった。アーミラリ天球儀は教育用の便利な道具として生き続けた。中心に地球があるものは、プトレマヨ姿、中心に太陽があるものは、コペルニク姿と呼ばれる。現在のポルトガルの国旗にもアーミラリ天球儀が描かれ、マヌエル一世の知性化には国家のシンボルだった。 根天義の構造外部のリングは、真鍮でできていて、次のような円を表している。天の赤道に当たるリング A は、太陽の上昇角を表している。王道に当たるリング B は十二分割されていて、それぞれが三十の角度にさらに分かれていて、一年のうちの月日を表している。北回帰線に当たるリング C は回帰線の支点の E 地点で王道と接し、 南海域線に当たるリングリーは海域線の支点の F 地点で王道に接している。それぞれ天の赤道から23.5度離れている。天の北極圏に当たるリング E と天の南極圏に当たるリング F はそれぞれ天の北極、南極から23.5度離れている。二分形線に当たるリング G は、天の北極と南極、および王道上の中野平分点となる。 お羊座と天秤座を通過する。イタリ天形線にあたるリング H は、天の北極と南極、および王道上のイタリ天となるカニ座とヤギ座を通過する。リング G と H は、赤道から極までが90度ずつに分割され、太陽、月、星などの変革を表している。北極の位置にはナットがあり、太陽プサイにつながるワイヤーが固定されている。このナットを回転させると、 太陽もリング B に沿って動く。また、南極の位置はピンで止められていて、これにもつき、Z と繋がる別のワイヤーが固定されており、手で動かすことにより回転させることができる。また、天の北極 N と南極 S、地球の北極 N と南極 S を貫く軸形に固定されて地球を表す小さい QJ がある。このような装置を用いて、 地球の実際の動きや天体の見かけ上の動きに対応することができる。ありがとうございます。